はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、こちらアルコールチェッカーを紹介したいと思います。出勤前のチェックにね、これからねどんどん暑い時期になってくるんで、やっぱビールとかね、酎ハイが美味しい時期になってくるよね、本当で。まあちいちい飲みすぎて次の日に残ってしまうっていうね、まあそんな方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。で今運転手の方とかね、まあ、結構検査厳しいんだけれども、あーってことにならないように、こういったアルコールチェッカー1個持ってると便利ではないかなと思います。で、まあ、アルコールチェッカーっていうとね、だいたい一般的にこう安いやつっていうと、はーって、ただ臭いだけではーって反応するのがあるので、まあ、アルコールチェッカーとしてちゃんと使えるのかどうなのかっていうのと、あとアルコールチェッカーって999円とか、まあ、制限切った値段でも売ってるものがあるので、まあ、そこら辺との違いはどう違うのかなとかね、まあ、本格的なやつだと結構、お高いので、桁が違うので、ね、まあ、その辺も含めて、ちょっと実際に検証したいと思います。で、今ここにね、久しぶりにね、今赤切り、ね、焼酎、まだ残ってるんでね、ここに持ってきました。芋焼酎です。かーくせえって感じでね、霧島美味しいよね。うん。まあ一応視聴者さんからいただいたやつでね。お酒をやめたわけではないんだけど、去年の10月の終わり頃から、お酒は一度も買ってない。ね。飲んでない。陽明酒とか、ちょこちょこってね。あれも一応お酒入ってるから、ね。あと果実酒。ね、金柑で作ったやつ、あれ寝る前にこうね、喉いたわってなったか、まあそれなので、アルコールを摂取してないかというと、厳密にはいろんなものを食べてるとね、アルコールが入ってるものもあるからね、別にお酒をやめたわけではないんだけど、とりあえず、今日は飲まないで、半年ぐらいね、10月終わり頃ぐらいからだから、今日に至るまでね、何にもお酒を買ってないっていうね、まあ、そういう生活をしています。本当ね、癖になっちゃうんで、最初週末だけとかね、やってても、飲みたいなと思ってても、なんかそのうちだんだんなんか夜になるとなんか、ね、飲まないとなんか落ち着かないみたいなね、だんだんそうなってきちゃうんだよね。喉が血が出たとか苦しいとかね、なるんだよね。まあ、アルコール飲まない生活、全然苦にならないんで、もともとアルチューじゃないんで。ちょっと最初はね、1週間ぐらいはね、飲みたいなって思うけど、別に他のことで気にらせれば全然済んじゃうので、おじいはアルチューじゃないので、ね、飲むとき結構飲むんだけども、飲まないとき全然飲まないっていうね、まあそんな感じです。で、今日はアルコールチェッカーの間でね、焼酎そのまま今ね、ドブドブドブって今、ね、これアルコール何パーだかな ?25% ぐらいかな、赤切りはね。うん、ね。ちょっと久しぶりなんで、このままきつかったらちょっと今、ぬるま湯作ったんで、薄めて飲めばチェックになるかなと思ってね、用意させていただきました。はい、今回のね、このアルコールチェッカーなんだけども、こちらの方、あ、映ってないじゃん。もうちょっと鼻らかさないとね、映ってない。よいしょ。はい、このね、アルコールチェッカー。こちらの方は、売り文句としては、はい、正確な数値 LCD-HD ディスプレイということで、ね、安全警告危険ってこの3レベルあるんだね。これで数値が出てきて教えてくれるということになります。なかなか見た感じ本格的だよこれね。はい、で3つのインジケーターライトで、で緑は飲まない、まあ飲んでないってことだね、飲まない。で黄色は飲酒運転の状況、赤は飲酒運転の状況、同じじゃん。危険ってこと。あ、ね、黄色の方は 0.02%。ね。アルコールが 0.05%。0.02 以上、0.05。え？赤が 0.05% 以上で、黄色は 0.05% 以下、0.02% 以上ということになってます。これがね、そういうことなんだね。うん、
今酒気帯びと飲酒運転って今どれぐらいまで落ちてるんだか、かなり下がってるよね。あの厳しくなってるからね。タイプ C の USB 充電式ってことで、あの乾電池がやらないんで、これありがたいよね、すごくね。あ、でね、1回のフル充電で約300回ね、まあ1年弱使えるってことはね、素晴らしいね。はい、で浄化チャンパー内蔵ということで、不純物を浄化するアルコールのみを残すっていうことで、まあそうなのね。で酔っ払いアラート、音を聞くだけ、酔っ払ってるかどうかね、落とす落とす落とすとかね、でまあ、よくわかんねえけどはい、じゃあオープンボックス行きたいと思いますんで、はい、パッケージはね、こんな感じになっております。はい、メールね、 PSE マークもついております。すごいね、PSE 必要なの？あ、そうか、バッテリー入ってるからってことかな。そうなの？これ専用だったらいらねえんじゃねえのかな、ミスとかちっちゃかったら。よいしょ、くっついて、へばりついて取れない。よし、はい、なんかこうやってあのなんかワッペンもついてるけどね、うん、うわー、またこれちっちゃいなー、これちっちゃくて読めねーマリア、ちっちゃー。はい、でタイプ C の、ね、充電ケーブルがついております。で、アルコールチッカーね、本体になります。あ、軽い。すげえ軽い。で、ペロペロとでしょ、ペロペロ。よいしょ、ペロペロ。おじいも前、なんだっけ、アルコールチッカー持ってたんだよ。持ってたんだけども、いい加減だったんだよね。ちょっと待って、これペロペロ取れないじゃん。ちょっとこれ頑張ってもペロペロが取れないので、これちょっと無理だね、これね、うん、かなり頑張ったけどペロペロ取れないので、ちょっとこのまま進行します。時間ばっか食っちゃうからね。それでどうやって使うのかな、ここがね、こうして開くようになってるんだけど、ボタンはここにあるんだけど、これマニュアルがちっちゃすぎて、いや、これ。虫眼鏡使ってもわかんねえ。使い方書いてあるの？準備中、10カウントが終わった後開始したら、10から0までカウントダウンが始まります。で、カウントダウン内で息を吹いてビーポーが鳴ったら息を停止してください。アルコールチェックは表示スクリーンに測定結果が表示されます。アルコールが、0ミリの場合は警告ライトは点灯しませんということで、うん、まああんまよくわかんないけど、とりあえずじゃあ電源を、はい、で、カウントダウンが始まるので、さあどうだ、何事もないってことかな。これペロペロ、これおそらく古い在庫で多分へばりついちゃってるんだよ、これきっとね。たまにね、こういうのなんかいろんなのあるんだよね。これもうくっとけてくっついちゃってるんだよ、これね。これこう取っても画面にくっついちゃってるもん、これ。ほら、
だこれ今剥がした後もこうなってるから、これこの真ん中は今剥がした後で、多分なんかキュッキュ傷になるだろうけど、なんかキュッキュやれば取れると思うんだこれ。まあやっぱ安いものはまあしょうがねえのかな、こういうのはね。こうやって気長に根気よくこうバリバリ取っていくっていうね、綺麗にはなんないけど、まあこれが目の前の事実なんでしょうがないねこれね。はい、でこのベロベロをね一応取りました。でこんな感じでこびりついてるので、まあ何かでね、よし、はあ、今日はこんな商品ばっかだな、よいしょ、はい、でこうちょっとずつ綺麗になってくるので、いやこれ完全に綺麗にするにはちょっと粘着がちょっと僕これが限界、これ以上はちょっと綺麗にならないので、これで我慢してください。とりあえずね。じゃあもう一回やってみましょう。あ、違う。カウントダウンしてからだ。3、2、1。緑色のとこにチェックついてる？あ、消えちゃった。緑色のとこだったよね。多分ね。はい、じゃあ、ぴょぴょー。うわー、久しぶりだからきつ。ドゥワーってくんで、25度。うん。まあでも25度だね。水だよ。泡盛りとかだと、42度とか平気であるからね、42、3度あるからね、あれロックでのクワーってくるからね、まあ25度ぐらいだったら大したことないね、うん、おいしいね、うん、赤切り辛いな、黒切りは甘さがこう後からぼわってこうちょっと強いんだけど、赤切り辛いな、うん、うん、ちょっとチーズチーズを持ってきたね、よいしょ、いやーチーズがあってよかった、うん、うん、半年ぶりのアルコールだけど、うん、美味しいね、ほんとね、うん。まあ、アルコール飲みたいという気持ちはね、全くないでよ。タバコやめた時と同じで、なんか全く未練がないっていうかね。で、宣伝見てると、ぷわーっつってね、ビールね、クリーンビールとかね、なんか一番搾りとか飲みてえなーとかってね、思うんだけども。でも今、ノンアルの、クレイサイダーだか、なんだっけね、ドイツのノンアル。あれがめちゃめちゃ美味しいんで、全然この中でも平気なんだよね。うん。あ、お湯割りでいただこうかなと思ったけど、全然25度じゃお水だから。よいしょ。ちょっとでも最後のお口直しのお湯は、よいしょ。アルコールチェッカーの時のね、だいたいチェックするときとほらブクブクやってて、わあお湯が、ね、よいしょ、ね、まだ熱いかな、
あ、ここ。あー、途中で止めてよかった。あ、でもやっぱね、霧島はね、うん、やっぱお湯割りだと美味しいね。なんか今、お湯入れたらザーってきて、あー、やっぱこれこれと思った、今ね。うん、ぐーっとくるね。そうだね、そのまま飲んじゃうと、なんか本当に、ちょっとこう、とろっとしたなんか、お水って感じしちゃうけど、うん。やっぱ、霧島は、ホットで、お湯で割ると、クワーって感じでね、うん。美味しいね。これだとちょっとお湯多いかな。ちょっと待ってね、お湯にちょっと、うん、こんなもんで、うん、じゃあこれでお湯に入れて、よいしょ、うん、よいしょ、ほほほほ、香りはね、やっぱり負けないね、本当。いただきまーす、うん。やっぱお湯に入れた方がちょっとまろやかになって、うん、飲んだ時口入れた時の広がり方が香りがパンってきてね、まろやかさとね、やっぱお湯で割った方が美味しいね、うん、そうなんだよ。男子 YouTuber の踊ろうしゃさんねと黒霧飲んだ時に、最初部屋で一緒に この部屋で飲んでたんだけど、お湯があるって言われて、ああ、お湯ですかつってね。お湯よりがつってね。あ、ほんとっすねみたいな感じで。ねあれからもう何年か経ったんだな、本当に。ね一緒に飲んでたドローサさんはもうね、完全に男子 YouTuber になって、もうやめて2年超えたかな、確かね。朝起きたら、最初に空を見て、ね、お水を飲むってね、なんか、昨日だかも動画で言ってたけどもね、うん、ね、まあ、でもね、おじいもね、まだお酒は、うん、この後飲む予定はないんだけれども、なんていうのかな、タバコの時もそうなんだけど、途中やっててなんかタバコの吸いたいなと思った時に吸ったらもう終わりじゃなくて、吸って改めて、あ、これ気持ち悪いっつって、そこからまた続くって、これが大事なんだよね。だね、おじいもね、完全に断酒してストレスをためるよりも、夏が来て、わあ、シュワーっと飲みたいなって思ったら、あ、水普通に飲もうかなと思ってるんだよ。本当、そこまで飲みたいなと思ってるんだったら、今のドイツのノンアルで、どうしてもね、チューハイが飲みたいとか、生飲みたいとかなったらね、別に飲もうかなと思ってるんだけど、別にかたくなにあれするよりもね、うん、どうして先短いから人生で。でやっぱり飲みたいのを我慢するよりも、飲みたいなと思ったらいつでも飲めるっていうね、意地になって飲まないっていうのがストレスに悪いと思うから、まあ今のおかげさまでね、今とかのストレスにならないんで、おじいの前これ幸せだね、本当ね、うん、あ、うん、美味しい、ホリニアさん美味しいです、うん、赤霧、うん、さあこんだけね時間かけて飲んだんで、うん、もう芋焼酎たっぷりとね、臭いんで、うん、うん、酔いはまでも回んないな、これだけじゃね、うん、アルコール飲んでないとすごく弱くなってすぐ回るはずなんだけど、まだ回ってこないね、全然ね、うん、動いたら分かんないよ、でもね、まあそりゃそうだ、だって青森ね、ロックでクピ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 飲んでたからね、40度ね、うん、ただか内臓は弱いからね、うん、肝臓も心臓もダメなんだけど
お酒は好きだったっていうね。はい、そんなわけで、随分臭いんで、じゃあこれで反応するかどうかね。さあ、これで反応しないとまずいよ、アルコールチェッカーさんね。はい、じゃあまずカウントダウンから。本物だ。来たね、本物です。ちゃんとアルコール測ってる、本物だ。すげー、ちょっと半信半疑だったんだけど、これしっかりと反応してるね。本当だね。ちょっともう一回やってみようかな。すごいなぁ。はい。ほんとだ。嘘発見器みたい。すっげー。で、ちょっと口ブクブクしよう。これで下にね、カルシウムのパウダーがあるんだよ。ミネラルパウダーってマイナス100いくつまでいく還元水を作るね、あるんだよ。お客さんだったらみんな知ってるけども、サンゴを風化して取ってもいい、風化したサンゴがあって、ゴミみたいな。で、それを粉にしたやつで、水、水溶性に溶けるようにしたやつで、酸化還元の、あれを持ってるんだけど、だいたい水道水だともうものすごい数値が高い。で、うちのダメージで6、70ぐらいかな。水道水って言うともう600、700とかってね、それぐらいなんだけど、あれパパって言うとマイナス190口ぐらいまで、還元水になるんだよ。マイナスのね。そういうのがね。で、それを含むと、アルコールチェッカーね、引っかからないっていう、なんか前あったんだけど、その検証も やってもいいけどもね。あんま良くないか、そういうの言うとね。だみんな、おじいは飲んだら運転絶対しないけどもね、みんなそのパウダー持ってたよね。はい、思いっきりね、口をブクブクしました。さあ、これでどうかな。まあ、ここまでやる人あんまりいないでしょう。さあ、どうだ。口臭チェッカーということみたいです。口臭チェッカーです。お前もか。でも結構臭いけどな、芋焼酎だから。臭いよ結構。
電源切れちゃった。え、はい、一応これが目の前の現実とさせていただきます、ね、まあ一応おじいもね体を張って半年ぶりにアルコール飲んでね、頑張ったわけなんでね、まあ一応そこのところを感じていただければ見ていただければと思います。はい、そんなわけで、今回のまあアルコールチェッカーというか、こう、あ、でも飲んだのが少ないからもうこれで全然あれかもしれないね、血中アルコール濃度がそんなに上がってないからっていうのかもしれないしね、まあ分かんないけどもね。はい、とりあえずお値段の方いきましょう。せーの、ドキュン。はい、お値段の方はね、こちらになります。はい、2180円となっております。で、ここに300円分のクーポンがあるので、20、19、18、1880円で、22ポイントがバックとなっております。アルコールチェッカー、興味のある方はこの動画の説明欄にあるのでじっくりと見てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もうおじい、もう何も覚えてね、もう忘れた、もうね、酔っ払って忘れた。はい、皆の者解散。